あ、どうも皆さん、あれ、ここでよろしいね、お疲れ様ですよね。すごいみんな疲れてそう卒業ライブいよいよ終わりですね。やばいね、何を言うんだろう。本当は、このバンドあともう一人いて、そう、いつもだからさっきはこっちにいないんですよね。いつもそうこっちなんですよ。ここにいるいるね。俊江さん今ね、なんか木切ってたよね。木をね、そのなんか木切ってたよね。ウィーンって木を切ってるから、ちょっと今日は来れないんだけど、とね、山でね。ラムのこと分かんないので、ね、俺ら仲いいからな。なんか、ハイパッド踏んだ感じがおかしいので直してください。そう、じゃあその間に喋るね。そう、もう一人、俊江さんがいて、4人で、3年生の時に、ミュージックフェス、ロックフェスに出たメンバーなんですけど、ね、これが出たっていうなぜっていうのをちょっとみんなで言ってたんだけど、1曲目は春、1年生の時の春版でもあって、このバンドが1年生の時の春合宿でやった曲で、なんかその時のから最初からずっとやってる曲を次にやるんですけど、まあ知ってる人はね、まあロックフェスでもやった曲なんで知ってる人も多いかもしれないんですけど、そう、私はミュージックフェスの時にみんなが盛り上がってくれたの覚えてるからちょっとわかる。すごい楽しみです。最後、そうね、あーもうそうやってさ、ってなっちゃうね。なんか喋ります？喋れませんね。ありがとう。あ、治った。みんなのおかげで治ったらしいです。それは嬉しい。あ、何も起きてなかった。よかった、それは。高校生からずっと、まあ、まあまあやってたからね、好きな曲やって終われるのは嬉しいですね。嬉しいね、こういう場を設けたのは自分だわみんな来てくれて、あ、そうだね、シモンがね、そう、撮ってくれたからね。うん、そう、確かにそう、そうだね、予約してくれたから、うん、そう、みんなも来てくれて、本当に先輩たちとかもいっぱい来てくれてありがとうございます。なんか絶対ありがとうございます1年生とかも全然なんか誰ですかみたいな感じの可能性も高いのに来てくれてすごい嬉しいです。ありがとうございます。じゃあとりあえず次の曲やろうかね。とりあえず次の曲で、まあ、あと2曲あるんだけど、ちょっと次の曲とりあえず。
過ぎてって僕は今日もかきむしって忘れない傷つけてる自分では思ってるんですが、まあ、こういう場があったことがありがたいなと思います。いろんなね、大きいステージとかも経験をさせてもらって本当にありがとうございました。もう先輩も同期も後輩も本当にありがとうございます。で、まあ、次の最後の曲なんですけど、まあ、ロックフェスで、もう2回目なんでこれ言うの、ロックフェスでやった曲だし、ロックフェスで盛り上がってくれた曲で、そう、みんなが盛り上がってるのすごい覚えてるからっていうのと、あとこの前春合宿の後輩の動画を見たんだけどめちゃめちゃ盛り上がってて、ってことは1年生も知ってるんだなっていう、そう、そう、もうみんな知ってる曲なんだっていうのがちょっと分かったので、それと最後ね、みんな意外となんかすごいおとなしい感じなんで、そう、本当にお願い、本当にお願い一生のお願い。あ、そう、そう、だからね、みんな盛り上がってほしいんですよね、はい、私たちのこの7年経ってしまった最後を楽しく終わらせてほしいなって思いますじゃあ最後いきますので、みんなよろしくお願いします